坂田真凜です。ラジオ関西ポッドキャスト坂田真凜の愛夢伝説、今気になるネオ昭和なあれこれや昭和の生かした生き様についておしゃべりするバッチグーな番組です。毎週月曜午後5時頃から配信中。皆様絶対聞いてちょんまげ。Radio Kansai Clip Clip AM 558 FM 911 Clip Friday Today's Personality Samantha Anansa Urarie Welcome to Clip。 時刻は午後1時を回りました。9月6日金曜日、海の見える放送局ラジオ関西からクリップ金曜日キンクリを生放送で3時間お送りします。お相手はインスタグラマーのうらりえです。本日ね、ラジオ関西のある神戸のお天気はほぼ晴れ、気温32度ということですね。9月に入りましたが、まあ、まだまだねちょっと残暑が続いてますね。クリッピーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。まあね、ちょっとここであれと思われた方もいると思うんですけど、そうなんです、いつもはサマンサさんの声からねこのキンクリがスタートするんですけど、今日は私ウラリエからスタートさせていただきました。というのもサマンサさんが今日はちょっとお休みなんですよ。まあ私ね一人で放送するといろいろ事故っちゃうっていうのもあるんで、今日は、もうスーパースケットに来ていただきました。この方に来てもらってます。自己紹介お願いします。はい、どうもドラグクイのフェミニーナです。よろしくお願いいたします。お願いします。フェミナさん、ありがとうございます。あの一人で事故を起こすかもしれないですけど、二、はい、人で大事故を起こしますよ、はい、これでも起こしませんもん今日はねえ、まあね、だからどれだけサマンさんが大事か、そうですね、いなきゃいけない存在かっていうのをね、サマンサさんの存在を、はい、ちょっと知る会になるんじゃないかということで、はい、はい、いやでも今日ねフェミナさんすごい素敵なあのファッションで、オレンジですか、テーマ。そうですね、ね、あのめっちゃ秋らしいと言いますか、そう、ちょっとやっぱお芋さんとか柿とかね、そういうのをイメージできたらなと。あ、いいですね。いやそんなフェミナさん、前回見学来てくださいましたもんね、スタジオに。あ、そうなんですよ、はいはい、実はあの時には、うんうんうん、出演させていただくことが、はい、決まりかけてたんですけど、決まりかけでしたよね、うんうん、サマンさんがちょっと顔を覚えてもらうためにおいでって言われて来てたら、はい、全然出る予定じゃなくて、はいはいはい、いやあんたも中で聞いて聞いっていうのから、うんうんうん、振ったら喋り、はい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 、最後まで折りにどんどん変わっていって確かに最初はそうですね、スタジオの外で座っとく予定がもうほぼ3時間スタジオ内にいてくださってましたもんね。そうですよね、うんうん、このあのスタジオの扉を閉める前まで、はいはい、あのねうん、うん、スタッフさんがいる横のところに椅子用意までしてもらって、はいはい、ちょこんと座って、うんうんうん、あ、ここやったらサマンサさんの会話聞きながら寝れるわ、はいはい、寝れるわ意外と全然寝られへんとか移動させていただいて、そうですよね、もう私たちも真横にずっといてくもう見守ってくださってた感じで、ほぼほぼ全コーナー面倒させていただいて全コーナー喋っていただきましたよね。いやでもね、あの前回終わって、はい、で、うんうん、多分サマンさんって放送終わったら、はいはい、もう一回聞き直されるみたいなんですけど、あんたはまあまあちゃんとやってたなって言っていただいたんで、サマンさんからまあ今日は頑張ろうかなと思う、はい、反面、はい、この一発目のね喋、うんうん、り出しからもう心臓のバクバクが止まらなくて、ですか、ちょっと実は私もなんですよなんかまあもう大丈夫やろってなってたんですけど、もうなんか本番1分ぐらい前からやばい緊張してきたってなって、そしたらなんかフェミニアさんも緊張するっていやもうずっと落ち着いてはったじゃないですか。すごいドキドキしてます今。本当ですか。いやでもなんかね、はいはい、普段大阪で結構活動させてもらうんですけど、うんうん、そうですよね、やっぱ大阪と神戸って近いんで、うん、はい、近いですね、よくこう遊びに来ていただくお客様と、はいはいはい、だったりとか、うんうんうん、神戸の人たくさんいるので、はい、まあそういう人の中にもクリッピーがいっぱいいるんで、いらっしゃいますよ絶対、ちょっとそういう人たちからパワーをいただこうかなと今日は思っておりますよ、はいはい、そうですね。今日の出演に関してこうサマンサさんがちょっと頑張ってねとかなんかメッセージありました、応援の。いや一切ないです。むしろ頑張ってねって、はいはいはい、もしかしたら心で思ってるのかもしれないですけど、あ、ね、はいはい、生放送の、はいね、長時間、うん、はい、あんたできるとか、はいはいはい、なんか会話するためにちょいちょいプレッシャーを与えてくるので
なんかこのコーナーはこういう風にやらなあかんねんで、いろいろねアドバイスもいただいたんですね。すごいあの、うんうん、幼稚園もしくは小学校低学年のお姉さま風を吹かしたい、ちょっと強めの女子っているじゃないですか。あんな感じでこの 2,3 週間過ごしたのでなるほど、じゃあもう今日は大丈夫ですね。はい、はい、いやここでなんかこう見てるとか思ったら余計にね、うん、緊張するんで、まあ、今日はいないんで、今日いらっしゃらないから伸び伸びとやりたいと思います。そうですね、もうあのゆるりとやりましょう。はい、はい、ありがとうございます。そうだ、あのフェミニーナさんね今日たくさんメッセージいただいてて ありがとうございます。早速メールの方もご紹介させていただこうかな。はい、はい、ラジオクリピーネーム、ゆり太郎さんからですね。はい、はい、うらりえさん、フェミちゃん、こんにちは。こんにちは。私はラジコのエリアフリーでいつも楽しく金曜クリップを聞いてる関東エリアのリスナーです。素晴らしい、ねえ、私はフェミちゃんの大ファンなので、今日はサマンサさんのピンチヒッターでフェミちゃん登場にドキドキワクワク、いつも以上にオンエアが楽しみです。ワールドトリップやイントロクイズなど各コーナーでフェミちゃんがどんな奮闘をしてくれるか楽しみにしていますよ。そしていつも楽しい天然ぶりを発揮してくれる可愛いウラリエさんとの相性やいかに、一瞬も聞き逃せない放送になること間違いなしだと思います。楽しみに聞きますといただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。あの大ファンからの、はいはい、サマンサさんのピンチヒッターのくだり、うん、ちょっと怖いんでドキドキするんでドキドキです。もうずっとドキドキさせてくれますね今日は。もうオープニングから、いやでもなんか、はい、ラリーさん結構サマンさんに天然とか言われるじゃないですか。はい、はいはいはい、私も結構言われるんで。あ、そうなんですか。じゃあ天然同士、そして左利き同士っていうのを先ちょっと発覚しましたんで、ね、はい、はい、大丈夫だと思います。いや、はい、もう一つも紹介、はい、もう一つお願いします。はい、ご紹介させていただきます。あ、こちらで名古屋からいただいてますよ。 ありがとうございます。はい、クリピーネーム文太さんからです。フェミちゃん、ラリーさん、こんにちは。こんにちは。いつもはサイレントリスナーですが、今日はさーちゃんが出稼ぎということで代打のフェミニーナさんの応援をと思い初めてメールさせていただきました。嬉しい。先日のフェミちゃんのご出演は今日の代打の布石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 すいません、フェミニーナさん私ね漢字めちゃくちゃ弱いんで、はい、よろしくお願いします。布石だったのでしょうかああやばいやばい、サマンサさんに怒られるわ。今日は見学ではなくメインパーソナリティということで、ウラリエさんと一緒に楽しんで放送できますように、いつものほんわかふんわりした雰囲気がどう出るのか放送を楽しみにしています。フェミちゃん頑張れと言っております。はい、頑張りますフェミちゃん、いろいろ呼んでいただいたんですけど、はいはいはい、布石が引っかかりすぎてもう全部前半飛んだんですけど失礼しましたでも分かりますよ、フェミナさんほんわかふんわりした雰囲気な感じなんですね、やっぱ皆さんからしたら。どうなんですかね、うん、なんかサマンサさんからよく、はいはいはい、あの関西のチャキチャキしたおばちゃんキャラみたいな、はい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 、って言われることは多いんですけど。そうですね、うん、普段は、うんうん、おっとりっていうか、おっとりとか、ゆったり喋るみたいなのがイメージなんですけど、はいはい、食べ物の話と、はいはいはい、興奮し始めるとほんまにもうチャキチャキの、ね、商店街にいるおばちゃんみたいにあんたなーっつって喋る感じになってくると思うんで、今日もね、うんうん、途中でご褒美のね、はい、あの甘いものが出てくると思うんで、スイーツタイムとかもありますよ。その時めっちゃ早口になる。あ、本当ですか。じゃあちょっとそんなねフェミニアさんの変化も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、この番組クリップはですね、面白いトピックや地域ニュース、ライフハックやエンタメ、お出かけ情報などなど、あなたの好奇心をくすぐる情報をクリップしていきます。ラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピとも連動しているので、そちらもチェックしてください。そしてですね、今週のメールテーマなんですけど、この夏の出来事ということで、はい、まだまだ夏は続くんですけど、はい、今年の夏を振り返って思い出などを教えてください。フェミニーナさん、感じました、すいません、はい、フェミニーナさん、この夏の出来事なんかあります？いや、夏の思い出でしょう。うん、夏の思い出、まあ、最近なんですけど、もう秋になる前ギリギリに間に合ったみたいな感じで、やっぱりサマンサさんがつい先日行ったこじんまりじゃないでしょうか。そうですよね、先週日曜日そうですね開催されましたよね。
はい、であの今回はですね、うん、あの中国出身のドラグクイーンのおしゃみさんも一緒に来られてて、はいはいはい、でもおしゃみさんがシャシャルシャシャルオープニングからね、私結構あの静かに、もし声かけられても、はい、ありがとうございます、今日はもうサマンサさんの日なんでって言って、はい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 、そっとしといて感を出すんですけど、そうですよね、めっちゃしゃべり出すし確かにもうフェミニさんも一番後ろの端っこにいたのに、もうあそこでバッてもバレちゃいましたよねそう一斉に前のね100人以上のお客さんも一斉に私らの方を見るっていうね、うんうんうん、読んで見に来てはりましたもんね、はい、私もそうですよ、お隣の席、お隣にいらっしゃったんですけど、はい、でも結構フェミニーナさんの話めっちゃ出てきましたよね。そうなんですよ、ね、で、あの一応何喋るとか聞いてなかったんで、はいはいはい、なんかちょっといじる場面みたいなのもあったから、うん、はいはい、ありましたね、こうずっと見てたんですけど、うんうんうん、一向にサマンさんは目を合わせてくれず、はい、そうなんですか、で言い終わったらちょっとドヤ顔でこっちチラッと見るっていうね言ったねみたいな言っといたねあんたのことみたいなのがね、アピールしたねって、ちょっとそれが結構あのこの最後の最後にいい思い出だったなっていういやそうですよ、結構私の中でもフェミニーナさんの名前が一番出てきてたイメージで、じゃ言いやすいんですよ、いやそうなんですかね、なんかでもやっぱりあのほらなんかお客様からのアンケートでなんか一番仲いいドラッグクイーンの話もあったじゃないですか、その時もフェミニーナさんの話出てきてたから、なんかよくお電話とかするって言ってたし、なんかすごいサマンサさんがのフェミニーナさん愛がめちゃくちゃ感じましたねって思うでしょ、あって思ってます、はい、違うんですか、多分ね、はいはい、一応先輩なんで、うんうん、今日は、ね、多分今日の放送の中でね、はいはいはい、サマンサさんを深掘りするコーナーもちょっとやりたいなと思ってるんですけど、ありますよ、はい、多分ね、うんうん、一番使いやすいだけなんですよ、おそらく使いやすいのがフェミニーナさんそうなんです、ね、まあはい、あの大阪でも中心部には住んでるので、どっか行くのに中継地点でちょうどいいとか、はいはい、多分そのぐらいにしか思ってないと思いますよ、そんな感じ、そうなんですか震災橋みたいな感じですか、またちゃうか、あでもそっちの南のエリアです、そう、なるほどなるほど、ね、よくサマンさんも言ってますけど、はいはいはい、あのナジャさんには呼び出されることがあの人多いんで、うんうん、あドンキに呼び出されるって話しますよね、そうです、うんうん、唯一多分サマンサさんが呼び出せる相手だと思います、はい、うんうん、なるほど、あのね、あの車止まった時もフェミニアさんが車押してくださったって話も、あれ伝説ですよ ね、人をなんか荷物運んでるタイの像かなんかみたいな扱いをしてましたけど、いやでもあの話で何回聞いても面白いですねこれまだね、はい、サマンサがちょっとちっちゃい、うんうん、あの小柄なんで、はいはいはい、それに乗り物と私が後ろから押してたらほんまにそういうね絵面になるんで、いや想像しただけでも面白いですね本当いやでも本当にでもまあまあ、うんうん、でもあの先輩ドラゴクイの先輩の中では、はいはい、うんうん、まあ尊敬はもちろんしてますけど、はいはい、一番こう、うん、おちょくりやすいそうなんですか、いい意味でね、あのバカにするっていうよりかは、はい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 、ちょっとあのツンツンってこうしたくなるようなキャラクターの先輩なので、なるほどなるほど、はい、いい関係ですね、ね、ずっと後ろからね、うんうん、ツン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 って言って、はい、あの先輩なんで、はい、ちょっと仕事くださいくださいって言ったら、はい、ついに今日ここにたどり着けたんですよ、それが今日なんですね、はい、いやいや車も押した甲斐がありましたいやほんまですね、サマンサさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、まあ、そんな感じで夏の思い出もそうですし、まあ、あとですね、この夏もめっちゃ暑かったじゃないですか、はい、はい、なのでその夏をまあどう乗り越えているのかなどもお待ちしております、はい、そしてもちろんね、フェミニーナさんへの質問もね、もうめちゃくちゃたくさんいただいてるんですよ今日も、 ありがとうございます、はい、なのでこのね番組内でもいっぱい紹介させていただこうと思います、メールアドレスはですね、サマウラアットマーク jocr.jp、サマンサのサマとウラリゲのウラでサマウラです、番組 X もありますのでそちらもチェックしてください。金曜日のハッシュタグはキンクリ、ひらがなでキンクリです、また番組の一部の内容は各種ポッドキャストでも配信しています。過去の放送も聞けますのでそちらもよろしくお願いします。クリップ金曜日ポッドキャストなどで検索していただくか、ラジオ関西のホームページからも確認できます。今日の、ね、クリップ金曜日なんですけど、はい、ちょっとさっとご紹介させていただきましょう、はい、1時からですね、1時台ですね、サマンサのワールドトリップ、はい、こちらもねフェミニアさんがちょっとある国をご紹介していただけるということで、はい、そちらもお楽しみにです、はい、2時台ですね、2時台は私のウラリエの一押しハッシュタグということで、はい、こちらもお楽しみください。ある意味今日ここのコーナー一番緊張してるかもです。え、本当ですか、ね、ハッシュタグを作るところで
それこそサマーさんに前回、うんうん、あれは長いあかんなってめっちゃダメ出しされたんでそうやそうや、この前もねあの定食屋さんのねハッシュタグつけていただきましたけど、はい、そうやそれもちょっとじゃあ頼みます、はい、今日はお願いします。とあとですね、あのフェミニアさんお楽しみのスイーツイントロのコーナーもありますんで、はい、はい、ちょっと今日勝負させていただきます。はい、でですね、3時台はですね、ゲストの方をお迎えしますね。はい、はい、妖怪書家の大岡さんに来ていただきます。はい、はい、そしてですね、サマンサのドラチラが今日はちょっとスペシャルバージョンになってお送りということで、はい、こちらも楽しみですね。はい、そうですね、はい、いやドラチラ初めね、こうお話になった時、はい、ドラチラで考えてたのに、うん、全然違かったから、はい、もうパーソナリティとしてそうなるんだっていう中でいろいろ喋りたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。そのコーナーもめっちゃ楽しみ、私そこのコーナー今日一番楽しみかもしれないです。いやー、はい、なんかもう本人おらんからで公開処刑みたいになりませんか、はい、大丈夫ですかこれは。まあ、でもサマンサさん多分後で聞いてくださるんじゃないですかね。あ、そうなんですかね。後から、はい、なのでちょっとでも何でも喋ってください今日は。だからあの、はい、NSC もいろいろ喋りますけど、うんうんうん、あの普段のね、はい、うっぷんを聞きますんで、はい、よろしくお願いします。そんなないです、ないです、そんなもう一切ないです。そんな笑顔でないですって言ったらダメですって。いつもね、もうなんかもういつもサマンサさんがこう進行してくださってるんで、はい、なんかこう今ね私ちょっとやってるんですけど、もうそわそわしてますだいぶ。いや、はい、それで言ったらもう一番初めの、うん、このね、うん、何時になりましたっていうところからのあのサマンサさんの、はい、急にアナウンサーばりに作り込んだあの声、ちょっと練習とかしたんですけど、はいはい、そうなんですか、海の見えるスタジオみたいな、なんかちょっとためながら喋るじゃないですか。はいはいはい、言ってくださいます、はい、でも言えなかったんで、はいはいはい、今の一言で、はい、また多分サマンサがダメ出しされると思うんで、ね、楽しみにしとこうかなと。いやちょっとね楽しみですけど、はい、あの、はい、海の見えるスタジオだけ揺れたらそれだけで満足です。あ、ですか。いやでもよかったら言ってください。練習もういいです。あのこうあの文字読むのあんま得意じゃないんで、はい、あ、そうですね、漢字も得意じゃないんで。一緒です、一緒です。てなわけで、ね、はい、はい、クリップ今日はお送りします。はい、ごめんなさい、私ウラリゲと、フェミンナさんでお送りさせていただきます。はい、それでは金曜クリップ、この後午後4時までお楽しみください。